公開物件や案件を自分で持ってくる。売りたい、買いたいお客様を自分で集客する。それがフルコミを続けていく上で一番大切なことであり、それができるようになれば活躍をすることもできます。会社によってはこの歩合率を 90% と設定している会社もあります。下の親知らずを抜きました。痛いです。こんにちは、山田明です。僕は東京の不動産会社で働く現役の不動産営業マンです。今回は不動産営業におけるフルコミッション制の話をしていきます。フルコミッションとは通称フルコミと言われ、基本給は0円となりますが、成果を出したら成果を出した分だけ高額な歩合給がもらえるものとなります。正直あんまり不動産の振り込みを分からずにフルコミッションに飛び込んですぐ辞めてしまう方がかなり多いので、今回は不動産の振り込み調整について話していきたいと思います。振り込みの中でも歩合給によっていくつかの種類に分けられるのと、振り込みで成功するためにはこれは絶対に欠かせないこともあるので、そのあたりをご説明していきます。ちなみに僕は振り込みではありませんが、振り込み師匠の方と付き合いもあり身近なので、事実仲介における振り込み師匠について歩合給の違いなんかもあるので詳しく説明をしていきます。このチャンネルは現役の不動産営業マンである僕が不動産営業の楽しいところや辛いところ、不動産営業マンに必要な情報をお届けしているチャンネルです。不動産営業に興味があってこれから不動産営業をやりたいなと思っている方や現役の不動産営業マンの方がチャンネル登録してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは行きましょう。まずは 30% を振り込みです。この 30% は歩合率となります。ちなみに5000万の物件を両手で決めれば仲介手数料が300万円になりますので、そのうちの 30% ということで歩合額が90万円となります。片手であれば150万円の 30% で45万円が歩合額です。もしあなたが不動産営業未経験でフルコミッションで行くなら、この 30% の振り込みをお勧めします。会社によってはこの 30% が 20% のところもあります。この 30% 振り込みではガソリン代やパーキング代などの経費、そして当本を取得したり不動産調査に必要な費用は会社負担となるケースが多いです。さらに一番大切なお客様を集客するための広告費用も会社負担で行っております。広告費用はかなり高額ですからね。特に数のは会社の規模にもよりますが、毎月数百万円はかかっていると思います。不動産営業で一番大変な集客の部分を会社のブランドネームと広告費用をかけて集客を会社がやってくれます。もちろん写真を撮ったり物件を見つけて広告掲載などは自分でやっていきます。広告費用を会社が負担して集客部分を仕組み化しているのがかなり強いですね。なので営業マンもたくさん集まります。この 30% 振り込みでは社員と同じように通常通り出社もしますし、売れてなければ上からも詰められてしまいます。正直基本給プラス歩合給の仕組みを取っている会社とほとんど変わりません。ちなみに基本給があるところでは基本給が20万円前後で歩合給が 10% 前後のところが多いです。この 30% 振り込みでは基本給の25万円を0円として歩合率を 20% から 30% と設定をしております。正直給料体系だけを見ると振り込みではありますが、この後に出てくるフルコミッションとは全然性質が違います。不動産業界未経験でもやっていけるように仕組み化もしているので、もし未経験で不動産のフルコミッションを目指すならこの 30% 振り込みがおすすめとなります。そして 50% 振り込みです。ここからが実質本当のフルコミッションです。出社も何もかも自由です。数件契約して自分さえ良ければ数ヶ月休んでも問題はありません。朝会社に来なくてもこちらも全然問題はありません。 50% 振り込みでは5000万円の物件を両手で決めれば仲介手数料が300万円となりますので、そのうちの 50%、 150万円が歩合額となります。片手でも150万円の半分、75万円が歩合額となりますので、1本決めればかなりでかいです。 50% 振り込みの場合、会社の備品などは使うことができます。例えば現地販売会に必要な会社の旗やコピー用紙などです。さらに会社によっては若干ですが広告の枠を会社負担で営業マンに支給している会社もあります。しかし 50% 振り込みでは 30% 振り込みで会社が負担していたガソリン代やパーキング代、そして物件調査に必要な費用は営業マンの負担となります。 50% 振り込みの場合、会社のネームバリューがその地域である程度浸透していたり、さらに未公開物件なども豊富であり営業のしやすさがポイントです。また会社によっては現地販売会をする物件を用意してくれる場合もあります。これは大変ありがたいことです。しかし基本は自分で集客する必要があるので、ここが大変です。そして 70% 振り込みです。
完璧に個人事業主ですね。5000万円の物件を両手で決めれば仲介手数料が300万円となりますので、歩合額が210万円となります。片手でも150万円の 70%、 105万円が歩合額となりますので、かなり夢があります。もちろん 50% 振り込みと同じく出社も何もかも自由です。掛け持ちさえ可能なところも多いです。イメージ的には案件を全て自分で持ってきて、契約をするときだけその会社を使うことになります。実需の客付けをやってもいいですし、収益の仲介をやってもいいです。そして物上げをして元付けになっても何でもありです。もちろん物件調査に必要な費用やガソリン代、パーキング代などの経費は全て営業マンの負担となります。そして 50% 振り込みとの違いでは、 50% 振り込みの場合は会社が若干の広告枠を用意してくれました。しかし 70% 振り込みになると、広告が必要な場合は自腹で行います。またコピー用紙など会社の備品を使用するのも費用がかかることが多いです。むしろ自分で買ったりもします。契約をするのに会社の名前を使用するだけのイメージですので、会社によってはこの歩合率を 90% と設定している会社もあります。もちろん実需だけではなくて、収益も振り込みはありますし、不動産の仕入れ営業でも振り込み申請の会社はあります。歩合率だったり、どこまでの経費が営業負担となるかは会社によって変わりますので、それはまちまちです。この歩合率の数字が上がれば上がるほど、会社のサポートはほとんどなくなりますので、営業マンの実力が必要になります。振り込みで挑戦しても経験がないんであれば、この 30% 振り込み以外は正直ほとんどの人が続けることができません。その理由は、集客や案件を持ってくる部分が一番難しく一番大切で、この部分を会社に頼らずに自分自身でやる必要があるからです。未公開物件や案件を自分で持ってくる、売りたい買いたいお客様を自分で集客する、それが振り込みを続けていく上で一番大切なことであり、これができるようになれば活躍をすることもできます。今回は不動産営業における振りコミッションの種類について話しました。不動産営業をやるには集客が一番大変で一番重要です。同業の不動産業者と付き合って未公開物件や案件を持ってくるのもかなり難しいです。もしあなたが不動産の振りコミッションに挑戦をしたいなら、 30% 振り込みや基本給がある会社で数年修行して、集客を会社に頼らず自分でできるようになり、不動産業者とのつながりで未公開物件や案件を自分一人で持ってこれるようになれば、振りコミッションでも成功することができるはずです。そしてその先に不動産業の独立開業があると思います。ぜひ挑戦してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。実需仲介における振込ミッションについて、歩合給の違いなんかもあるので、詳しく説明をしていきます。